前髪切りました。こんにちは。そう、今日夜は配信できないので、これで終わりです。今日はなんか加工でリップつけれるのかな、エフェクトないわ。じゃあね、こんにちは。みんな昔からおじいさん、タワーありがとうございます。みょみょみょ、タワーありがとう。何タワーだ。こんにちは。ショールームたくさんありがとうタワーです。わー、お礼は不要だよ。お礼はします。今度しますね、明日。ありがとう、こちらこそ。50分ぐらいまで配信します。リップ塗りたい。初期感ある髪型ですね。めっちゃ髪伸びた。初期感。原点回帰です。なんかさ、昔、1ヶ月、2ヶ月前くらいにさ、違うわ。2ヶ月前ぐらいまでさ、ここ伸ばしとったじゃないですか。なんかそれを見たら、あ、その頃いいなって思い始めて、また伸ばそうか迷い中なんですよね。どう思いますか。ちゃまちゃこさんのドリーミーの姿が見られるのは夜。そう、夜早く会いたいです。チャマはあんまり変わらないんじゃけどね、見た目。チャコは結構伸び縮み。伸ばすのにどのくらいかかった。前の前髪ですよね。2、3ヶ月かかったかもしれない。どうだったかな。伸ばし中の前髪どうしとったか覚えてないんですけど。こんにちは。ですか。そう、事務所です。夜は配信できないんですよ。ちょうど前髪って難しいね。ユミリンそこで配信してた。そう、会いました。さっきユミリンの配信に声だけ出演しました。こんにちは。
瞬ね。なんかあっち映していいかなと思って。え、こっちでやりなよ。なんか微妙かなって思って。こっち背景でやりなよ。確かに。充電させてたから。え、これ、あー、ごめんねごめんね。泣いて。でもここでいい今もう。本当？うん。フィットしてる。ありがとう。今日メイク道具を全部忘れて全部お借りしてましたね、ゆみり。揃いそう。葵ちゃんも今大阪で稽古してる。こんにちは。見に行きたいな。こんにちは。松葉も効力なくなった。なくなりました。松葉も1ヶ月半ぐらい前にやったけん、うん、1ヶ月半ぐらいでなくなるらしい。どこも南も同じ日にやりに行ったんですけど、同じ場所にもう2回目やりに行ってた。一昨日、いや5日前ぐらいに。私は迷っててもう一回するか。なんかこの前ね撮影をしたんですよ、あのキラキラだった日。時に今マツパ1ヶ月半ぐらい経っちゃってまばらなんですよって言ったら、そのアンニュイ感がいいよって言っていただいて。でもなんかさ、雑誌の撮影とかする時にさ、 BLT さんとかなんかバッチバチに上がってると、ナチュラルな感じがしないのかなと思って。やらなくてもいいかもって思い始めてるけど、でもやっぱね、やっとる時はねめっちゃ綺麗に上がったから迷いどころですね。行こうかな、迷うな。いや撮影ないないけど、撮影の予定はないけど、なんか
そうそう、結局自分であげたらさ同じぐらいには上がれるんですよ。その工程がいるかいらないようになるかぐらいな感じだし、結局は絶対落ちてきちゃうから、その落ちてきちゃう時にこうあったがとったのがなんかこうなって落ちていったの、なんか難しくて、これこのくにょくにょしとるまつげをどう処理したらいいかが、何分くらい変わるの、何分じゃろう、でも10分以下ではあると思うけど、まつげが下がってきたみたいな心配がなかった。したてはね、そのどんだけ上げてもさ湿気で落ちてきちゃう時とかあるんですけど、まつげパーマしたての日とかはさその心配がないんですよ、パーマされてるから。それが良い点でしたね。皆さん今何してるんですか。3時半ですけど、4本ぐらいまだね上がっとるまつげがおる。こっちはテレワーク、仕事中、コーラ飲んでる、手休み、今日も遊んでました。教授？大学の授業中？講義中？もう私は配信しないので、みんなにお休みの挨拶を早めのお休みを、配信とは質感違う。本当？質感。今日はドナチュラルメイクです。チークの入れ方こうしてみました。こんにちは。ベージュのアイシャドウ、塗っとるか塗ってないか分からんくない？さっきの配信見てミスド来てるいいな。私はさっきの配信の、さっきの配信、お昼の配信の後にラーメン食べました。チャリメラ、
んと麺類食べれましたぜ。チェリメラの袋捨てちゃった。立ち割り美味しかった。ホタテ味。のりちゃんとの舞台見たことあります。お、ありがとうございます。みのちゃんさん、こんにちは。鼻がムズムズする。こんにちは。夏休みあっという間だった。もうみんな終わった夏休みで、社会人の皆さんはなんかね、遅めに夏休みされる方もいらっしゃいますよね。こんにちは。人生の夏休み。休みなんてない。あるよ。夏休みとかの長期連休ない。ないのね。私もなかったですね。ね。笑い声聞こえる。こんにちは。でもごそっと休みが来たらさ、何したらいいか分かんなくないですか。ご当地キャラクターで一番好きなキャラクター、シシャモ猫。なんかパッて1ヶ月2ヶ月前ぐらいからさ決まっとったらさ、その長期1週間休みですとかがもう計画いっぱい立てれるけどさ、3日前とか2日前にポッて言われたらってなりません？旅行とかしたいけど。ね、やりたいことがいっぱいで。セップでひなさん知りました。伊藤玲と共演してる時はいつも言ってます。ありがとうございます。みのちゃんさん、弾丸韓国ツアー。ああ9月は韓国に行くお金がなんかリーズナブルに行けるって言ってたから行きたかったけど行けなさそう。まだタイ以外海外行ったことないから、あのプライベート海外行ったことない。海外行ってみたい。
先生が旅行いいね。でもね、遠征したらやっぱ美味しいものも食べれるし、ね、ゾウに乗った時、そう、あの行ってきますって行かせてもらった時、何年前でしたっけあれ、2019年とか18年とか、パスポートは10年で作った、いや覚えてないんですよ、5年かもしんない、もうちょっとで切れるか切れるギリギリかぐらいかも今、10年で作ったかな、5年の気がする、どうじゃろう、宮島のミセンの山頂登って、おーミセン、いや私も登りましたよミセン、うん、タイに行った時そうそう、水上マーケットとかのあのカヌーみたいなのに乗って水の上を移動して、なんか屋台がいっぱいあって、ココナッツジュースとか飲みました。プライベートで行ってみたい海外、日本語以外さ喋れないから不安に思うけど、タイ料理美味しかった。なんかね、番組で行かせてもらったから、あのそう TSS の方々もあんまりねパクチーが得意じゃない人が多かったらしくて、もともとなんかパクチー抜きでお願いしますみたいなのを伝えてたらしい、事前に。受験あんまりパクチーを感じずにご飯食べたから美味しかった。でもカニチャーハンが一番好きでしたね。そう、チャーハン、タイ米がパラパラでめっちゃ美味しいの。グリーンカレーは辛かった、でもなんか癖になる辛さでしたね。なんかね、そう、そっからタイ料理にハマって、タイ料理のお店とかも行ったりした。パクチーもなんかね意外といける時もあるし、そう、パクチー単体で食べたら無理なんですけど、スープに入ってるとかだったらいけるんですよね。こんにちは。行きたいね海外。こんにちは。でも直近の、ね、遠出は新潟なので楽しみ。トムヤムくん美味しかった。新潟何回目、2回目かな。新潟のおすすめお土産も教えてください。またこんにちは。そう、リップ塗ってないんですよ。
そうそう出るかも。あ、それでは行ってきますね。行ってきます。もうそろそろ行ってきます。それでは何時を読みます。13位、キーさん。12位、のきさん。11位、みやさん。10位、ありくんさん。9位、慢性鼻炎さん。8位、YK さん。7位、ほぜさん。6位、ジョナラボさん。5位、ブルーさん。4位、かすのりさん。3位、スカバラナさん。2位、セリアさん。そして1位は、ドゥルルン、じゃじゃん、昔からおじんさんでした。ありがとうございます。 Thank you, thank you。 変わったね。13位、台湾のコウさん。あれ、ここぐらい変わったの。ありがとう。うん、ステラキーナンバー22はトゥルルルン、じゃじゃん、マック33さん、ありがとうございます。 Thank you。 それでは行ってきますね。そう、今日はもう配信できないので、また明日お会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。行ってきます。